自分の欲しいものだけを見ればいいんだ。引き寄せってすごいですね。ついこの間まで嫉妬とネガティブな思考に支配されて、休日でもネガティブなことばかり考えて、うつうつした生活を送ってたのに、思考が変わって本当に客観的に見れるようになって落ち着いてきました。さっきも嫌なことがあって以前なら一気に落ち込むところなのに、そうか、そうなんだ、って自分の感情を認めるだけですごく穏やかです。わかります。私も最近、自分の感情を認めたらすごくすっきりすることに気づいてよくやってます。世界が変わりますよね。不思議ですよね。ライフスタイルや何を変えたわけでもなく、自分の感情を認めるようにしただけなのになぜこんなに違うんだろう。自分で認めたら何かもう満足して満たされる感覚ですよね。ある人が現実は自分に気づくための鏡でしかないって言ってた。自分で気づけたら現実の役割は終了で、現実に振り回されなくなるのかもしれませんね。現実は自分に気づくための鏡ってすごい概念ですね。衝撃的です。現実イコール結果であり、それが全てと思ってました。でも確かに現実がどうあれ、自分の気持ちに気づくだけでこれだけ心が落ち着くということはそうなのかもしれませんよね。でも本当に現実は自分の奥底に眠ってて気づかないふりしてる部分も確実に表してくれてる気がします。そうなんです。その人は現実は自分に気づくためのものだから体重計みたいなものだよ。頑張って体重計の針動かしても意味ないでしょ。心が本当だよって言ってて、なるほどなぁと思いました。心って広すぎて気づかないけど、現実は全部心からできてるものなんですね。実は現実は心の鏡って考えは、心の底からは腑に落ちてはいなかったんですが、今こうしてお話しして、これが現実は鏡ってことかと自分でも納得することができました。ありがとうございます。ダイエット中なのもあって体重計の話、本当納得です。体重って普段の食事制限や運動の結果が確実に出るんで、それが気に入らなくて体重計の針をいじっても何にもならないんですよね。今の体重が嫌なら普段の生活を変えないと。こちらこそ本当に納得できるお話でした。ありがとうございました。連休中にすごくいい感じに引き寄せで前向きになってたけど、仕事が始まって2日でネガティブな自分に一気に戻ってしまった。いっそ環境を変えた方がいいのか、自分の考え方変えたらいいだけなのか分かりません。どのように考えて客観視したらいいですか？私も落ち着いてきたとは言ってもネガティブになったり、以前のように落ち込んで沼にはまってしまいそうなことは多々あります。私の場合はですが、私なんてなどとネガティブなことを考えてしまったら、またこんなこと考えてる、ネガティブだな、すごく執着や嫉妬してるんだな、はい終わり終わり、と考えて意識的に切り捨てるようにします。それをやるようになってから、一瞬はネガティブなことを考えても、ずっとは落ち込まなくなってきました。ネガティブなことを考えないようにするのは難しいと思いますが、ずっと考えるのをやめることは意識的にできると思います。理想の人の絵を描いたり、具体的な特徴をノートに書いたりして、早8年、今年27になるのですが、真逆のタイプばかりと知り合い焦っています。好きなタイプは物静かで思慮深いタイプ、一人行動が好きでサイクリングや読書が趣味の人、出会うタイプは体育会系で思ったことをバンバン言う豪快なタイプです。幸い皆人柄はいいですが、結婚となるとどうしても理想を追い求めてしまいます。こっちの方が向いてるよという暗示なのでしょうか。なぜこんなにも真逆のタイプばかりを引き寄せてしまうのか、改善法などあったら教えていただきたいです。理想を描いても真逆の人が現れるという経験をあなたの中で
悩むくらい強固にしているので。同じような現象が何度も起こるだけではないですか。まさに引き寄せだなと思います。私の場合はなのですが、そんな人ばかりと出会うとありますが、どうでもいい人と出会ってもそれはどうでもいい人なので完全にスルーです。なのでこんな人と出会ってしまったとかも思いません。ただ通り過ぎただけの人です。早くお相手を見つけたいがために、あなたが出会う異性すべてに注視しているのではないですか。自分の欲しいものだけを見るようにしましょう。その他はこんにちは、さようならって感じで挨拶だけしとけばいいのです。あと気になったのは、結婚となるとどうしても理想を追い求めてしまいとありますけど、結婚でなかったらこの人でもいいかなぁなどと心にあるとすれば、自分が引き寄せたいものを見てないということです。よそ見をしていると本当に欲しいものは手に入りませんよ。自分の理想をちゃんと書いたのなら、この理想の人をちゃんと見続けてください。家で引き寄せしてるときは幸せ気分で、私は私、自分の心地よいように振る舞おうとか前向きに頑張れるけど、いざ外に出ると元に戻る。職場に行ったり友達と会うと、自分と比べたり、あの人ずる賢いなとか、会いたくない、話したくないなど、嫉妬心とか、もうそんなことばかり考えて、全然幸せからかけ離れる。昔は引き寄せしてたらすぐ叶ってたけど、こんな感情になってから3年くらい、引き寄せがうまくできなくなったのはこのせいかなと思う。他人と自分を比べて落ち込むのどうにかしたい。アドバイスください。自分と他人を比較してみてしまう人は、原因はいろいろあると思うんだけど、そうするのが癖になってるというのが大きいと思うよ。あなたは自分のことを客観的に見られてるから、あとは手放すだけだと思う。嫉妬したり嫌な感情になる自分もいていいんだよ。自分を許すことで、あなたはあなたらしくいられるようになるんじゃないかな。負の気持ちを紙に書き出して捨てるとか、マインドフルネス、瞑想とか運動とかでもいい。打ち込める趣味を見つけて、他人なんてどうでもいいやってくらい没頭できると、自然といい状態になれるよ。応援してます。私はダイエットしても華奢になりにくい体型でずっと苦しんでます。自分より太い子はたくさんいても何も言われてないのに、私ばかり言われて本当に辛いです。太いままでも恋人に大切にされてる人もたくさんいるのに、私に寄ってくるのは華奢になれと強要する人ばかりで疲れました。万年ダイエットで摂食障害です。どうしたら華奢でなくても大切にしてくれる男性と出会えるのでしょうか。一般的には普通体型ですが、意識高い系みたいな男ばかり寄ってくるので、華奢じゃないとダメと言われます。私も生まれた時から太ってて、20代後半の時好きになった男性に、もっと痩せて俺に好きになってもらえるように努力したらと言われました。今書いてて思いますが、どうしてそんなクズ男を好きだったんだろうと不思議に思います。それから摂食障害になって、食べられなくて体重が落ちたり、今度は治療薬のおかげで食べられるようになったけど、今はブクブク太ってます。すごく太ってるまではいかないのですが、親戚に太いね、お尻でかいねと言われたり、それが嫌で親戚の集まりにも出ないようになりました。人と会うことすら辛くなりました。痩せてても自己否定、太ってても自己否定。考えて出た答えは、太ってる自分を一番認めてないのは自分自身だったんだということです。ありのままの自分を受け入れないと、自分を受け入れてくれる男性にも出会えない。私は痩せて理想の体重になった時に、痩せたって男性には愛されない、体重なんて関係ないと思いました。あれだけ太ってる自分が嫌だったのに、痩せても考え方は同じでした。見た目関係なく、私は愛されて当然なんだ、どんな自分でも自分は素敵だと思うことから始めようと思っているところです。もしよかったら、
愛されて当然と思うだけで、自分史上最高の彼がやってくる。って本読んでみてください。私はこれを読んでブロックが外れましたよ。そしたら何ヶ月後かに今の旦那と出会いました。あと前にも書いたのですが、一日十分のお姫様ごっこという本も、理想の彼を引き寄せるために一緒にやってました。こっちでイメージした彼が来ましたよ。きっと素敵な王子様はあなたを迎えに来ている途中です。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。